シャキーン。どうも、ドクター森野です。重なりますが、私、改めましてドクター森野と申します。普段はですね、不動産会社の一営業マンとして働いておりまして、加えてマンションマニアさんのご指導のもと、今 YouTube でですね、マンションのご紹介や周辺エリアの紹介をしております。では、各有私は、何者かと言いますと、本名はですね、森野正幸と申します。年齢は37歳。鈴木正幸です。違います。ちょっとメガネの色が違うんで、はい。本名は言いましたね。年齢は37歳。1981年の7月25日生まれです。ちょうど耐震基準が変わった年ですね。出身は北海道の小樽市が出身です。これまでの、経歴としてはですね、ちょうど2000年にスッキリの加藤浩二さんが通っていた高校と同じ高校を卒業しまして、まあ、その後ですね、中央大学法学部というところに入学して、で卒業後しばらくはですね、教育業界で働いていたんですが、まあ、ちょうどですね、こっちに大学進学した数年後にですね、まあ、親戚の人で品川にあるあの駅直結の品川 V タワーですね、まあ、こちらをあの購入した方がいて、まあ、ちょっと私そこにアルバイトとかして行ってたんですけど、まあ、その時からですね、あ、マンションってすげえなーとか、あとはまあ実家が戸建てからマンションに買い替えがあったりとか、で私自身も、私は現在戸建てに住んでるんですけれども、私自身の住宅購入の経験からですね、その後紆余曲折を経て、現在、不動産会社ケイズワンにあの勤務し、今年からですね、こちらの海浜幕張店で仕事をしております。で、これもう本当にあの事実なんですけれども、今ですね、私の住宅を販売にこう出してまして、レインズに乗ったあの業界内の方は特に調べなくていいですからね、現在自宅をあの絶賛売却中でありまして、含み益としてはですね、もともとうちを返してくれた営業マンが頑張ってくれてですね、まあ、ちょっとこう値引きを頑張ってくれた。あとはあの周辺にですね、なかなかその新築の戸建てで、ファミリー向けのものがないということもありまして、まあ、含み益が結構見込まれてると、まあ、うまくいけば1000万ぐらい出るんじゃないかな。今の売り値で売れれば1000万以上ですね。あ、そうですね、まあ、悪く見て1000、はい、戸建てですごいですよ。そうですね。なのでやっぱりあの先見の目がまあそれも不動産屋らしいですよね。まあ戸建てでも儲けが出るっていう。そうですね。あのたまたま先見の目があったのかもしれないですけど、まあたまたまそういう物件にあの巡り合って、まあそれを元手にですね、マンションの購入というのを今考えているという今日この頃でございます。カモン。それではこれからドクター森野の森野体操を始めたいと思いますが、まだこのプレナ幕張が営業時間中のため他店舗に迷惑となりかねないということで、今から外へ行くぜ。モリノ、はい、ドクターモリノ、カモン、これがプレナ幕張、はい、カモン、モリノ。さあ、いつものやってくれよ、ドクターモリノ、見せてくれ、全力モリノ体操、ラリーゴー。じゃあ、モリノ体操始めるよ。もうみんな、カード落ちないかな。
ここベローチェの前ですから、ベローチェの前ですから、ベローチェの前ですから、体力がなくなってきましたね。ではこの続きはまた、森の体操頑張りますので、皆さんも健康のためにですね、森の体操頑張ってやっていきましょう。それではまたお会いしましょう。さようなら。メロンパン、メロンパン、ウルトラマン、バイバイ。